知らなかったのか。魔王からは逃げられんぞ。さあ最終編、中世編でもアイテムをとても、魔王山のアイテムもまたちゃんと取れるようになっている。魔王山の構造自体は別に難しくないので、しっかり回収していきましょうか。忍法、かまいたち。ようやくハリケーンショット、ハリケーンポリマー。魔王山も来るの何回目だろうな。すっかり道は覚えてしまったよ。ここでも黄金ちょんまげが手に入る。一つはムルクレチアにあげちゃったけど、これで自分の分は確保。どうせだったらね、使用用とね、鑑賞用と布教用と3つ欲しいですね。さあ魔王山の最奥部へと。おなじみの部屋。ここは、おでん。確かにキャッツの変化した姿。おでん俺みたいな。こいつのことを知ってるやつはいない。なんでこんなとこにこいつの像が。流行ってるんだよきっと。不思議。リー、オディワンリッチか。オディワンリッチリーッチっていう、そういう名前に見えちゃう。でいいよみんなが宿敵たちを、その石像を見て驚いてる。お、開いてんじゃん。この道好き。わあ、魔王山山頂だ。ここにも像が。帰ろ。なんか怪しいし、帰ろ。待っていたぞ。お待たせ。どのくらい待ったんだい。あらあら、オルステッド、すっかりガタイが良くなっちゃって。我が名はもう一人前の魔王だね。かわいそう。知らなかったのか。魔王からは逃げられんぞ。この私の世界から。ザワールド。あれ、電気消えちゃった。次元の迷いも。各編の断片が。次は死の世界へと迷い込ませてやろう。
さあ一応隠しボス、ヘッドプラッカー、もうハリケーンショットぶち込んでやれ。耐性いっぱい持ってるからな、もう気にせず強い技をぶち込んでやれ。ただ近距離だとやっぱいことしてくるね。お、でもデバフが、でもハリケーン入れたからアキラ生き返らせつつも押し切ってしまえ。当たれば勝てる、線が連山剣だけじゃ無理だろうけどもハリケーンショットでいけるはず。死体蹴りやめや。強い技には反動がある。これハリケーンショット出る前に終わってしまう時もありそうだな。終わってしまった。もうちょっとで撃てたのにハリケーン未遂。アキラへの経験値が、おっしゅさん、どっちか、いいよ。エリアルブーツ、エリアル装備はあと一つだね。まだ100回に達しないかな。案外簡単に出られたぞ。でもこんなとこに戻されるからまた登山しないといけないんですよね。